早速ですが、ヨウムちゃんはもう内乱の永遠とです。夜な夜な化け物が現れては人を食べるという噂を聞きつけて、この廃墟の調査にやってきました。わかったミヨン。ふむ、ここが噂の幽霊屋敷ですか。人を食べる化け物なんて噂があるようですが、実際に事件があったわけではないようですし。どうやら今回も空振りに終わりそうな予感がします。というわけで、中に入ります。というわけで、ヨウムちゃんは屋敷の中に入りました。と、そこへ突然、チャルグナー、ヒョーンが襲いかかってきました。うぎやー。チャルグナー、ヒョーンの先制攻撃。ミヨン、だと？ヨウムちゃんは死亡しました。ゆこ様。と、ただいまご覧いただいた動画を、AVIUTL の編集をすることなく、36秒のシナリオで作成することができるトアプグテーマパックを配布させていただきます。テーマパックというのは、破棄用のキャラクターや各種素材、設定等をひとまとめにしたものです。ウェブアブログ等で使われているデザインテーマのようなものと思っていただいても良いかもしれません。これを導入することで、シナリオ作成がより簡単になり、動画制作者は物語や演出に集中することができるようになります。今回配布させていただくのは、先ほどご覧いただいた動画を作成するためのパックです。まずどのようなことができるかご覧いただきましょう。このパックにおいては、ダメージ等のアクション時には吹き出し、通常のトークではテキストラクを利用します。まずは、どこからともなく登場。戻します。次に立ち絵の表示。立ち絵の切り替え。戻します。ダメージを受けた場合は。痛いじゃないですか。戻します。キャラクター敗北または死亡。ゆこ様に夕食の用意をしなくちゃ。戻します。次に映像なしのナレーション。映像なしのナレーションです。このようにキャラ名の後にロットを一つ入れて、登場、とか、ダメージ、と指定することで、簡単に演出を加えることができるようになっています。オリジナルの演出についても、設定ファイルを増やすことで簡単に追加することができるようになってますね。画像を入れ替えて設定を調整すれば、オリジナルキャラクターも手軽に作ることができるから、ぜひ挑戦してみてほしいです。先ほどの動画のシナリオがサンプルでついてきますので、まずはそれを試してみてから、いろいろ変更を加えてみると良いかと思います。これからもたくさんのトアプグ動画が生まれてほしいものです。その際にはこのトアプグテーマパックをぜひご活用ください。それじゃ最後までご視聴ありがとうミヨン。ありがとうございました。早速ですが、ヨウムちゃんはもう内乱のエージェントです。夜な夜な化け物が現れては人を食べるという噂を聞きつけて、今回も廃墟の調査にやってきました。前回の私は、いきなり現れた神話生物にピチュンされるようなうっかりさんでしたが、今回の私はきっとうまくやることでしょう。ふむ、ここが幽霊が出るとかいう廃屋ですか。人を食べる化け物なんて噂があるようですが、実際に事件があったわけではないようですし。どうやら今回も空振りに終わりそうな予感がします。というわけで、また中に入ります。というわけで、ヨウムちゃんは屋敷の中に入りました。と、そこへ突然、チャルグナー、ヒョーンが襲いかかってきました。うぎやー、なんて怯えたりしませんよ。暗い必殺、ヨーグルト、ソースの拳。なんだと？レベルアップ。く、よ。ヨウムちゃんが勝利し、しました。ゆこ様、私勝っちゃいました。と、ただいまご覧いただいた動画を、AVIUTL の編集をすることなく、テキストファイルだけで作成することができるトアプグテーマパックを配布させていただきます。前回から新しく追加された部分についてご覧いただきましょう。
まずはレベルアップとかで使われる、消えるメッセージ。レベルアップ。用務は某財団神拳をマスターした。これで、殴れぬものなどあんまりない。続いてタイトル表示。正確には 84.0i から利用できるようになった EXO ファイルを表示する機能ですね。あと、動画で出てきたログ、フォトースの拳風の何か。これは覇気の前傾表示を行うシナリオコマンドで画像を表示しているだけです。前傾表示では画像だけでなく動画を使用することも可能です。今回は画像を表示しただけですが、例えば魔法人のエフェクト素材なんかを使えば、かっこいい演出ができるかもしれませんね。以上がミヨン。オリジナルの演出については、設定ファイルを増やすことで簡単に追加することができるようになってます。画像を入れ替えて設定を調整すれば、オリジナルキャラクターも手軽に作ることができます。また先ほどの動画のシナリオがサンプルでついてきますので、まずはそれを試してみてから、いろいろ変更を加えてみると良いかと思います。トアプグ動画の制作に、このトアプグテーマパックをご活用してほしいミヨン。それでは最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。